お問い合わせは匿名のインターホンをご利用ください。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の4番線と電車は来てんだけどちょっと早くないか。こちらの銚子電鉄に乗っていきたいと思います。どういうあれなんですかね、わかんないですけど、
犬吠駅に戻ってきました。いやーでも次の電車1時間後ですいやマジかよって思いますね。はい、ちょっとあの犬吠では1時間待ちはちょっと厳しいので歩くことにしました。おー景色がいいっすよね、やっぱり。あ、ちょっとこれがもっと先かな。おお、めちゃめちゃいい景色。ちょっとあのようやく歩いて駅に到着しました。いやマジでかかったな、すごい。いやあー、でもこの時点で1万1000歩ぐらい歩いてんだよなこれかな、とかわいい。どこだろう、入り口。あそこかな。ふい、もうすごい車両いますね。はい、到着しました。
の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。切符をお受け取りください。ということで鹿島神宮やってきました。
そうね、今現在5月22日なんですけど、さっきなんか地震がなんか起こったらしいですね。なんか福島県で震度5弱っていうあれで、いやー地震多いっすね最近。はい、ということで佐原に到着しました、まあ、今度はあの全面展望鹿島線のが後日上がる、後日もしくはそれより前に上がると思うのでよろしくお願いします。